皆さんこんばんは。6月18日今日の農業日担当します高山和美です。よろしくお願いします。今日はね、すごい柄にもなく髪型してみたんですけど、これはですね、普段ねお世話になってるメイクさんが今日はこの後にも仕事あるので、こう何するって言って T シャツで来ちゃったんでね、こう夏は私ほんとでっかい T シャツ1枚で過ごすこと多くて、なのでまあそのあんまりにも家感出しすぎてもねってことで、なんか髪だけちょっとなんか可愛くしてもらいました。ここなんかあった方が可愛い気がするとかを探りながらやってますが、毎度のことながら作りながら配信始めていきます。お願いします。最近皆さん何をしてお過ごしでしょうか。2日前がうちの父の誕生日で、それをね今年は言ってないんだけど何年か前に言ったんだよね。それをファンの方が覚えててくださって、何名かねコメントくださりました。ありがとうございます。父親51歳になりました。はい、いやでもついこの間まで30歳ぐらいだった気がするんですけど、ってことは自分もね年取ってるなって思います。最近はでもなんか乃木中とか結構リアルタイムで見ること多くて、あのねヒット祈願アップデートとか見てて、でこの間そのゆだちゃんとさくらちゃんのチームに私はついたんで、それがまだ今週かなと思って、まだなんだみたいな感じを家で見てて思いまして、次の日にヨダちゃんに、ヨダちゃんまだだったねって言ったら、なんかヨダちゃんが、やっぱヨダちゃんってすごいんですよ。めっちゃ面白くて、なんか、はーいとか、滝見てたらなんかビール飲みたくなりましたとか言って、滝に打たれる女の子見てたらなんかビール飲みたくなりましたねとか言ってて、ヨダちゃんって面白いなーって思いました。1万人の皆さんに見ていただいてありがとうございます。ヨダちゃんは相変わらず私はすごい可愛いなと思ってて、なんかね立ち姿とかがねめっちゃ可愛いの。なんかね野田さん立ち姿真似していい？なんかねこういう感じ、こう猫背でなんかこうやって足も開いてなんかこうやってよくねリハ中にねこういう姿を言うんですよ。でめっちゃ可愛いなーって、可愛いねーってこうねこう相変わらず可愛い後輩たちがたくさんなので、リハとかはすごい癒されます。といってもね、こうマッチュンのね卒コンもうすぐだけど、私ねあんま今回ね、まあんまりリハに出れてないのでちょっと不安なところはありますが、でも楽しみです。あれ左右レディめっちゃ可愛くないね可愛いよね。 MV もめっちゃ可愛いし、個人 PV とかさ、そう今回のそうマッチュンのサユリ D はさ、過去の個人 PV とかも入ってるじゃん、のなんか監督さんとかガチャコさんとか入ってるもんね。そうで私自身もめっちゃ久しぶりに個人 PV 撮りまして、見てくださいましたかどうですかね、丁寧な朝食を作るという個人 PV で、私ね着物をね着てね、こう将来過ごしたいんですよだから結構嬉しかった、企画聞いた時にすごい嬉しくて、でまあご飯も食べるのすごい好きなんで嬉しかったし、でもあれなんかね効果音をつけてたの、トントントンとかシャシャシャとか、それとかはなんかねこうメンバーいる前だとね恥ずかしくてできないけど、個人 PV って一人なんで、その結構まあその素の部分出せてよかったです。家の高山って感じでした。家だと意外になんかいてててててとか言ってますはい、実はねおかみさんみたいおかみさんやっぱそうか、私さそう昔からグラビアとかもね古民家が多いのだからこういう和のもの多いんだけど、私自身はすごいあれそのなんか洋風なね
こう悲鳴とかが好きだから一時期は不安複雑でした。でも今はもう受け入れてて、自分の顔立ち面長で、その目とかちっちゃくて、でそういう私は着物とかだったらまあいいかなとか思ってそれであのそうそうそう今回だから満足でした。あのさ、これすっごい言いたかったの、すっごい言いたかった話やっとできれば嬉しい。あのね、過去にも個人 PV でたくさん撮ってきたんだけど、川越ひなちゃんの個人 PV 皆さん知ってます？あのね、私最近知ったんだけど、ひなちゃんに聞いて、川越プーっていうね、こう名作があるんですよ。ひなちゃんがそのいろんな人のなんかおならの音を想像して一個ずつ音作っていくっていう、結構なんかぶっ飛んでる個人 PV があるらしくて、私知らなかったけど絶対面白いんですよ。最後はあのバイオリニストさんとセッションするらしいです。そのおならの音とバイオリンの音でセッションするらしくて、なんかねすごくない？今だったらなんかさダメそうじゃん。でも当時は大丈夫だったんだって。私もそれ聞いてからめっちゃ見たいと思って、この間ね、あの乃木動画のなんかこう好きな動画とかなんかセットリスト作ってくださいってアンケートあったんで、そう入れときましたぜひ見てください。個人 PV の話を今回プロモーションどっかでするときに絶対言おうと思ってたんですけど、意外にプロモーションなかったんで、こう今ね川越プーの話ができましたはいぜひ見てみてください。何言ってんのいや嘘じゃないよ、冗談じゃなくてあの本当の話ですから見てみてください。まああとね、ジャケットについてとかいっぱいあるね。あのまあ、マッチュンとね、私今回ジャケット取れて、ジャケットねすごい楽しかったです。マッチュンとあやめちゃんとレイちゃん、あのねあやめちゃんとレイちゃんのコンビめっちゃ好きなの私。あの二人仲良しで、その楽屋とかでもねよく近くにいて喋ってるんだけど、この間ね二人で写真あの歌番組終わった後に写真撮るって言ってて、それをねチラッと見せたの。そしたらなんか高山さんも撮りましょうよって言ってくれて、そうなんかこう久しぶりになんかレイちゃんもなんか久しぶりに先輩と撮りましたって言ってくれて、私もあなんかこうやって言ってくれるのすごい嬉しいなと思って。なんかさ結構一期生同士でこうまあ仲いいからね、その一期生とかで写真撮ることが多いけど、あんまりそのさ複数さ、しかもそのレアじゃない、あやめちゃんとレイちゃんと私っていう、もうねめっちゃね嬉しかったしね、可愛いですよ。4期生は本当人懐っこい子が多くて、そのなんだろうな、うん、3期生は、ね、私から絡みに行くんだけど、その4期生の子は結構話しかけてくれること多いからめっちゃ嬉しいですはい、あとは何について喋ろうかな、あそうそうそう、これも話したかった。あのねこの間さ、あのカウントダウン TV ライブライブでさ、あのガルルとさ肌様をさ披露させていただいたんですけど、あのね10年やっててよ初めて緊張しなかったのこんなことあるっていう風にね、こう後輩たちはもうすでにできてるから、こうねこう信じられないと思うんだけど、先輩のこんな先輩がいることを、私は絶対に力んじゃうの。振りを間違えちゃうとかじゃなくて、あの顔に力が入っちゃう、昔から次抜かれるぞって。しかもなんか私ってさ、まあ選抜に選んでいただいて、3列目の端にポジションになることが多かったから、1回とかなのね、こう運が良くて1回だけ抜かれるとかな。そうするとさ1回にかけちゃうわけ、どういう顔しようみたいな、来るぞ来るぞって。それでいつもリハの方がいいってことがあったんだけど、この間はね本当に初めてただただ楽しかったっていうのが、この間のガルルと肌様だったの。あすごい分かる気がするって言ってくれてる。そうだから私も自分自身もなんかすごい、帰ってから録画見たんだけど、すごいなんかそのなんかリラックスしてる感じが画面見てても分かったから、これをずっと前からやりたかったなって10年目にして思いました。
もったいないね、この10年。本当にもっと早くにいろんなことができてたらなっていうふうに思うんですけど、うん、笑顔がナチュラルそうそうそう、力んじゃうやつは本当になんかみたいなみたいな感じそうが多いから、まあ本当にそうじゃないようにできてよかったなって思いましたっていうのがね、最近あったこと。なんかもう今、プロモーション一区切りついちゃったのかな。だから歌番組とかは、まあ、夏の特番とかあったら出ると思うんだけど、ねえ、こう音楽番組の期間が終わってしまったみたいで寂しいです。でもうんうんうん、まあこう初めて満足できてよかったです。はい、続いての曲に参りたいと思います。続いては、乃木フラウィーク事前登録再告知コラボコーナーはい、今週の曜日は、乃木曜日は乃木坂46公式プロデューサーアプリ乃木坂的フラクタルとのコラボ企画配信、乃木フラウィークとしてお送りしています。あのさ、私ね、この乃木フラの話めちゃくちゃしたかったの。あ、まあその前に今週火曜のね、乃木曜日収録後から事前登録が始まってまして、皆さんね、もうね、事前登録者数が10万人を突破してるそうです。ありがとうございます。登録してくださったのかな、皆さんも。急に滑舌が、そうなんです、台本読むのめちゃくちゃ苦手でそうそう、あのね、あのポッチをね、この間あのあれ強制のポッチをつけ直したらまた余計滑舌悪くなっちゃったというちょっと言い訳ですが、あのそう、10万人の皆さんありがとうございます。まだの方いたらぜひ登録してください。これね、私ね、この撮影めっちゃ頑張ったの。あのね、その話もしていいのかな。するよしちゃうと、あの乃木恋とかさ、こうアラームアプリとかさ、リズムフェスティバルとか撮影があるわけで、なんかやっぱりいっぱい撮影するから、なんかちょっと顔がね、ひどいやつとかあるわけよ、見ると。それが嫌だなって思ったの。だから乃木坂的フラクタルはめっちゃくちゃ頑張ろうと思って、すっごいね、気合い入れて、一個一個の衣装、しかも久しぶりに着れる衣装とかあったから、すっごい気合い入れて撮ったし、あとね、ボイスとかもあのなんかね、箱の中に入って撮るっていう、なんかその本当に一人だけの空間で撮ったのね。それとかも一人だから、そのなんかあんま恥ずかしさとかも、他のメンバーに聞かれる恥ずかしさとか、他の誰かに聞かれる恥ずかしさなくて、結構可愛い声で言ったんですよ、いろんなことを。だからあのね、まだ登録してないよって方は Twitter などの各種 SNS をフォロー、もしくはメールアドレスを入力するだけで簡単に登録完了になりますので、ぜひよろしくお願いします。さらに抽選で今週の乃木フラウィーク出演メンバー直筆サイン入り T シャツが当たるかもしれない乃木フラ公式 Twitter のフォロー&リツイートキャンペーンも引き続き開催中ですとのことなので、こちらのチェックもお忘れなく。私はこんな感じにちょっと書きました。筆圧薄めですがよかったらぜひはい、ということで、ちょっとちらっとゲームの紹介しちゃったんですけれども、なんかね、乃木フラのその配信にあたって公式インスタもあんだって。で、そのインスタで、今日からストーリーズに日替わりでメンバーの動画が上がっていくそうです。今日はいくちゃんだそうで、これをねやってました。で、土日も更新されるみたいです。これまだここだけの話です。なのでまあちょっと貴重ゆめきちゃんとさくらちゃんが今週の土日で、ストーリーズに上がるみたいなので、ぜひそちらも楽しみにしてください。私はまだ撮ってないけど、いつか上がるかな。楽しみにしてたいと思います。そう、なんかね、
すごいおしゃれだったの。いろんなことがおしゃれで、なんかホーム画面とか、なんかそのメンバーのその選択画面とかも、なんかどんなのがいいですかみたいなデザインやんとかもその聞いてくださったりとか、あとはなんかなんかね演技みたいのやったんだけど、でもそのスタッフさんが事前に私のなんか地元のこととか調べてくださって、なんか本当高山一実のことを台本あの当て書きしていただきつつ、でもなんか私が先輩マネージャーで、こうプレイヤーの方がなんか新人マネージャーみたいな設定とか、それでなんかちょっとお話ししたりとかの演技もしたんですよ。だからなんかね楽しい、私は早く配信いつだろうってずっと楽しみにしてて、そのなんかネットでもさチラッと動画もあのツイッターかな、出てましたけれども、あのそれも自分でチェックして、あこんなの撮ったなって、私が見たのはあれかな、ライブあの歌衣装を着てこう写真撮ってる風景がこうツイッターであのこの乃木坂のこの乃木フラの ツイッターにあったので見たんですけど、そうそれとかもね、なんかライブっぽい写真みたいのを撮って、だから昔の服とか結構衣装着たんですよ。私はあの魚たちのラブソングとか、あと偶然の衣装とかを、あの偶然のしかも初期ですよ。あでも偶然は初期、ずっと初期のやつか、あのめっちゃ短いやつもう本当にこうやってやったらこうパンツ見えちゃいそうなくらい短い、あの昔着た MV で着た衣装を久しぶりに着て、でなんかこう久しぶりだからね、ライブとかでもあんま着ないから嬉しくていっぱい写真撮りました。オフショットもねいつか出したいなっていうふうに思います。あとあれだ、さよならの意味の MV 衣装、あのここがさこういうなんかちょっと着物っぽくなってて、袖がちょっと長いやつわかるかな、あの紫と赤があるのかな、なんだけど私その衣装めっちゃ好きで、結構好きなメンバー多いんですけど、やっぱりさよならのイメージが強すぎて、あのライブとかってさ何曲もやること多いじゃん、だからそのあんまりライブでは着ないんだけど、すごいその衣装好きで、それを久しぶりに着れたのでめっちゃ嬉しかったです。多分嬉しさ出てると思う、なんか写真撮っててもなんかねこう嬉しい嬉しいって気持ちでやってましたし、そうそう、あとなんかねこう現場にいたスタッフさんがなんか素敵ですみたいな言ってくださってて、すごいね嬉しく、いつなんだろう撮影、めっちゃ前に結構撮ったけど、結構すごい覚えてる、なんかあったかい空気感だったので、いっぱい素材撮りあったんですけどずっと楽しかったです。はい、なんか楽しみだな乃木フラね配信がと思います。どんな風に私も画面なってるんだろう、選択画面、それもすごい楽しみです。なんかねそう選択画面とかをさどんなのがいいですかって時にさ、マッチュとかはさやっぱね赤でリンゴとかさ、なんかこうみなみだったらなんか可愛いみたいなさ、いくちゃんだったらピアノとかあるメンバーはいいなって思った。私はそのあんまなくない、私といえばのもの、そうだからね、あのすっぴんって何？私といえばすっぴん？どういうこと？はい、まあ、刀、剣道とかね、あなるほどね、あなるほどねとか言われてみればあったね、バケトンとか人中、そっかそっか、あ確かに、でもなんかどれもなんかあんま可愛いって感じじゃないよねだからどんなになってか分かんないですけど、すごい楽しみです。はい、はい、そして今週の選手権はその乃木フラにちなんでこちらだそうです。乃木フラ選手権そのままそのままですが、はい、でこれが、ルール説明しますと、この抽選箱からボールを一つ引きます。色と数字に注目してください。まず出たボールと同じ色の乃木石がもらえます。これね、さっき見せたこれね、これ乃木石がもらえます。さらにボールに書かれた数字が最も大きなメンバーが今週の乃木フラ選手権優勝となり、得点として優勝メンバーが当てた乃木石の数は2倍になります。ちなみに乃木石はゲーム内でガチャを引くなどができる通貨の一つです。
現在のトップはね、ハッサンがね、これ黄色49個千の木石なんで、はい、だからハッサンが優勝したら2000になるってことね。で、私が優勝したらもっと多くなるってことなんで、せっかくならね、こうなんか大きい数字を出すように頑張りたいと思います。では早速いきますよ。じゃーん、じゃん、おいおい、両面に数字が書いてあります。これはどちらにしましょうか？大きい方でいいかな、せっかくならね、大きい方でいいかな。ということで31です。はい、なので、あ、合計しようっていう案を出てますね。まあ合計していいのかしら、ちょっと今いろいろ画面が反転してるのかなとかいろいろあってちょっとバタバタしてますが、31にしましょう。はい、ということで31ってことは、これが31ってこと、じゃあ私最下位、ガーン、31個だそうなので発散ですね。発散の49個が優勝ですので、千の木石の倍で2000の木石が、プレゼント、皆さんにプレゼントされることになりました。はいはい、ということでこれでいいですかね。はい、あ、じゃあこれ書きます、記入します。赤の31ガーン、これ赤だったら4600のいい石ももらえたの、え、でも私数足りないからダメだったのかな、合計がもらえるんですか、え、どういうこと、ということはどの合計ですか、どごめんなさいね、ちょっとバタバタしてて、これの合計、こっちの合計、これの合計、こっちの合計がもらえるの、え、どういうこと、これ全部足し算するの、今から足し算していきますか、算数好きなんで、じゃあしていきますね。9の15の21の123459、え、めちゃくちゃすごい大きい数字になったよ、え、合ってんのかな、すごい数字ですよねこんなことある、あ、そういうこと、ほう、なんかすっごい、これは線じゃないんだ、線じゃないのこれすっごいごちゃごちゃしましたが、8200の技師がプレゼントされるそうです。なのでめっちゃバタバタしてすみません、ちょっとね、一旦宿題やろう、この隙に、はい、かけあいちゃんから、あ、これしかも判定になってるんでしょ、ごめんねごめんね、どうやったら判定解除されるの、右手あげてみて、あ、どうしたら反転さ、
反転が解除されるんだろう。わかんないね。逆立ちで見るからいいよ。ありがとう。ごめんね。じゃあちょっと分からずすいません。読み上げます。高山さん、ズーさんの夢を教えてください。かけはしさんが、あ、ありがとうかけはしちゃん。私の夢は、さっきもちょっと言ったんですけど、着物を着てこう働くことです。だから着物を着るお仕事をなんか今すごい探してる。いいなって、素敵だなって、日本人に生まれたからそういうのしたいなっていうふうに思います。はい。そしてですね、ここでスタッフさんから今届きまして、あ、確認したところ、一部環境で不具合が発生してるみたいでして、現在修正対応を進めていますとのことです。これは反転のこと？あ、反転がそうみたいです。すいません、ごめんなさい。この一時的なトラブルらしいので、すいません、これで今日はお付き合いいただけたらと思います。すいません。反転で書けたらいいね、私がこの宿題とか。え、それでできないかな、ちょっと時間かかりそうなんで。すいません、もう終わっちゃうんですけど、すごいなんかトラブルだらけで、めちゃくちゃこう珍しかったです。こんなトラブルだな、46時間テレビとか以来のトラブルがたくさんありましたが、あ、はい、どうしましょうか。さっきのは、さっきの1回まだ置いときまして、すいません。明日、来週のメンバーね、宿題を書きたいと思います。すいません本当に。まだ決まってないのかな。まあ、ちょっとオーソドックスな宿題というか質問になってしまいましたが、夏のツアーで楽しみなことは何ですかという宿題にしました。すいません、これも反転しちゃってると思うんですけど、はい、来週のメンバーの子にこの宿題に答えてもらいたいというふうに思います。はい、エンディングに行っちゃっていいのかな。あ、すいません、先ほどの、乃木坂的フラクタルのですね、乃木石のね、こう正式な数が出ましたので発表させていただきます。合計で8200のぎ石ゲットということなので、皆さんには8200のぎ石をプレゼントという形でいいのかな、させていただきたいというふうに思います。はい、すごい数なんだろうね、8200のぎ石って。私もダウンロードして、あの、のぎ石でガチャとかやりたいと思います。はい、見てくださってありがとうございました。来週のね、乃木メンバーは決まり次第、ショールーム公式ツイッターでお知らせします。そのことで、私はこの後も別のところで生配信がありますが、まずはショールーム見てくださってありがとうございました。いろいろすいません、バタバタしちゃって。またゆっくりしゃべりましょう。